です。あと昨日ちょっと話若干それるけど、ホリエモンがやっぱすごいことでしたね。核融合のイーターの説見に行ってたね。核融合炉ですね。核融合炉やね。いわゆる地球上に太陽を作るっていうことですよね。太陽のエネルギーを地球上に人工的に作って永遠のエネルギーをっていうことを研究しているところに、まあ、ホリエモンが見学に行って、そこに日本の研究者もあれとかフランスかなちょっと場所分からへんけど、だからホリエモン見てるところとは全然違うんだよね。だから本当に日本のこれからの産業で日本っていうのをどうやってあの世界で負けないようにしていこうかってことを一生懸命見てるから、俺もあのイーターとか行ってるのを見て、やっぱすげえなホリエモンと。いわゆる無限のエネルギーなんですよ。全然違うんですよ、これまでの核分裂と違って。核融合っていうのは太陽そのものなんで、それを世界はあの未だ研究しているので、日本の研究者も来てほしいというような話をしていたので、あの我々はそういう視野でこれからも、まあ、そういう大きなことも考えながらやっていますよ。イーター計画ですよね。イーター、黒川会長若干詳しいの。ああ、いや僕もだいぶ離れた。イーターそのものは分からないです。ただ核融合は結構詳しいです。はい、あの半代物理なんで。核、ウラン、ウラン238か。いや核融合は水素です。ウランは使わない。水素ぶつけてヘリウムにするんです。はい、らしいです。はい、だいたい500年分ぐらいの人類のエネルギーが簡単に取れる。500年分ぐらいはそれができたらできると言われてます。それが日本では文殊でやってた。いや、こう文殊はまた別です。違う、また別。あれは増殖炉なんで、あれはまた核分裂です。高速増殖炉文殊。あ、また違うもんね。あれ別だ。心レベルです、僕も失礼しました。はい、でもまあ、いわゆる無限のエネルギーっていうものを、あのちゃんとこれもなんかも見に行っているので。あとね、あのそういう意味ではちょっと来年の統一選挙という意味では、あの本当に場合によっては、あの北海道のあのロケットの場所、大気町、大気町に移住して大気町を占領するかもしれません。移住これだから1000人くらい行けばいいので、1500人行ったら間違いなく町長の席が取れるので、まあこれはでもね、結構成田さんもねそんなこと言ってるんですよね。だから若者中心の町を作るには、まあ政治をするにはどっかの村とか町に大量に移住して、若者がそこの自治、いわゆる若者国を作ることが、まあ、すごく現実的なので、だから俺もはとにかく大気町をなんとかならんかっていうことで、大気町はもう実は候補者 もう決めてます。しあの 町議会議員で女の子もすでに決めていて、で町長には圧力をかけています。いや要はだからあのコロナとかが流行ると止めちゃうのよね。で、ちょっと待ってくれと、そうもう本当に大気町これからあのロケット飛ばしたら とんでもないぐらい、あのいわゆる、まあ、日本の中のドバイみたいになるっていうことを言ってるわけですよ。だからもうどん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 大気町の地価も上がっていくし、人口も増えるから、あんまり楽の選定とくれって言ってるんですけど、やっぱおじいちゃんなんで、ただあの多くの人が来て、あの町長選挙で町長の座を奪うぞみたいな形で、あの合法的な脅しをしているんで、そこはあの話を聞いてくれるんじゃないかみたいな、まあ、だから そういう計画も立てます、NHK 党としては、ね、あの一気に一つの町を取って、もうそこでだから受信料払っていい町を作ってしまおうという、それはいい、そういう計画も、世界を見てるけども、こう一個の町を乗っ取ろうかっていう町乗っ取り計画、もう別に合法なんで、だから皆さんが住めるような施設を作ってどん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 移住していくっていうロケット事業ですね。特になければ時間早いですけど終わりますから、いいです。